こんにちは、ギャンブラーヒカルです。ポーカー歴1年のプレイヤーが GG ポーカーでラッシュ&キャッシュを1時間プレイすれば時給どれぐらいになるのか検証9回目です。多分、今回もやっていきましょう。まあね、クイーンズとか前回だったかな、クイーンズとかジャックスでのオールイン勝負、特にクイーンズのオールイン勝負って、うん、ハンドレンジ表 GTO 的には多分肯定されるんやけど、この NL5 でそれをするのはちょっと微妙かなというのを感じました。今回はあまり777コールもできるし、3ベットもできるというところで、今回は、コール割合低いんですが、コールでいきましょう。さあ、これはもちろん1回2回はコールします。さあ、相手チェックできました。チェックできたら、こっちは打っていきましょう。Call. あ。Check. まくられてしまったやん。うっとしい。なんで、まあ、これで一回ブラフして、これでコールされたら諦めます。降りて、よし！ブラフ成功！早速、ブラフ炸裂しました。ありがたい！これも確実に負けてたからな、今の勝負。あとなんですけど、俺、もう大概コンティニュエーションベットするんやんか。なんでもかんでも。これをちょっとね、しっかりと考えて、アウトポジションの場合、フロップ以降が不利になるので、ちょっとアウトポジションの時は、コンティニュエーションベットを控えた方が、本来はいいよなぁ。どうしよっかなぁ。控えた方がいいんだけど、悩みます。これ打ちすぎた。ちょっとアウトポジションの場合控えようか。キング10なんですけど、ちょっとコンティニュエーションベットは打ちすぎかもしれません。まあでもクイーン10とかかなり3ベットしてます。これは相手小さいベットなんでコールするしかありません。なんでコールしたんですが、外れ。チェック。残念。打たないで。お願い、打たないで。打たれたらもう諦めます。いやー、これねー、無理でしょう。ということで、諦めましょう。残念。4ベッドポットでの3分の1ベッド。これ3分の1でももうかなり大きなベッドになっています。ここはあっさりとフォールドしたんですが、このような大きい4ベッドポットであっさりとフォールドしてよかったのか GT を見ていきます。そもそもなんですけど、4ベッドに対してコールしたのが間違いでした。4ベッドになんでコールしたかっていうと、俺の3ベッドに対して相手が2倍ぐらいで打ってきてんか。でも2倍ぐらいっていうのがそもそも適正で、3倍で打たないよな。2倍ちょいぐらいで打つのがもともと3、ちゃう、4ベットの正しいアクションのようで、それに対して、まあまあ4ベット、ベット額少ないなと思ったんですが、普通でした。そしてそんな4ベットに対してコールできるのは、キングクイーンとかキングジャック、キング10でも厳しいようです。エースクイーン、エースジャックならコール、エース10もコールできましたが、まあ、キング8なんてね、そもそも、3ベットもできないというハンドで3ベットしてる、このアクションが間違いでした。ラッシュ&キャッシュって1時間でまあ、サクサクっといけば 250BB ぐらいで、ちゃう、250ハンドぐらいできるんやけど、この前、ポーカー YouTuber で有名な直樹さんが、ちょうど昨日の動画かな ?200 ハンドぐらいして、300BB 負けるっていうね、俺もまだ経験したことないんやけど、いや、ラッシュ&キャッシュ、運が悪いと、下振れ来るとそんなに負けるんやっていうね、やはり怖いなぁと、感じました。まあまあ、もともと、直樹さんは、多分結構相手のスロープレイ、
もともとアグレッシブなプレイヤーで、結構ガンガンオールイン行くタイプだから、多分相手のスロープレイヤーと、スロープレイしてくる人とは相性が悪いんよな。なんで、そこで、まあまあ、相手がちょうどスロープレイするプレイヤーが多かったんかなっていう気はしますが、それでもまあ、下振れが来ると300BB 以上負けてしまうということで、これは結構きついなと。そして俺も現在きつい状況です。なかなか3ベットするんですが、相手降りてくれません。ちなみに98でカットオフに対しての3ベットは降りてくれてありがとう。20% ぐらいなんで、これもね、アグレッシブに打ちすぎだったかもしれません。さあ、スモールブラインドのこれは、意外とスーテッドコネクターっていうのは、スモールブラインドのポジションの時は、できません。スモールブラインドの場合、3ベット、スーテッドコネクターでしないんよな。ギリギリ6554がちょっとするかぐらい。Fold. Raise. Call. Fold.少しチップが回復してきました。クイーン8はこれ厳しいよな。クイーン、どれぐらい？クイーン9とか？クイーン9からは参加できます。44は 50% ぐらいの割合で参加できるんですが、すでにレイズがいるんで諦めます。点6も厳しいな。ごめん、点6厳しいって言ったけど嘘。全然参加できる。点5から参加できます。俺の3ベット率どれぐらい ?13% か。さあ、ここはしっかりと打っていきましょう。おい。うわー、しかも相手の3ベット率 3%。これはあまり対決したくないんだけど、様子は見たいんで、一応参加していきます。よし、来ました。さあ、もちろんチェックで A シーズで打ってくるかな。A シーズで打ってきたら運が悪い。ここはもちろんコールしていきます。A シーズが出たら残念だねというところで。さあ、フラッシュドローが揃いました。チェック。バット。いや、これ、相手 A シーズ、まあでもフラッシュドローあるんでね。ここはコールせざるを得ない。さあ、頼むで A シーズとかやめてや。チェック。チェック。あ、エース10で打ってくるんや。なんかもっとすっごい強いハンドかと思ったら、本当に強いハンドはさっきのプレイヤー、スリーベットしないんかな？めちゃくちゃ低かったよな、スリーベット率。なんなんやろな、あれ。めっちゃビビったわ、ほんまに。オールインやめて、オールインやめてと思いながら、やったらなんかめっちゃ弱いハンド出てきてびっくりや。
Bold. しかも結構2人に対してブラフガンガンできるのがまたアグレッシブよな。アグレッシブなんかスロープレイなんかがよくわからん。Bold. さあジャックナインは参加できます。Raise. まあ無理せずコールしていきましょうか。なんなんやろなこの人。フロップ3分の1。Call.フロップ3分の1ポットのブラフにフォールドと。まあまあもちろんトップペアできてるんで、これは普通に打っていきましょう。かなりこのメモが役に立ったアドバイス。ここでもあっさりとフォールドするんよな。なのですごい戦いやすい相手と言えます。さあ、キングクイーン。キングクイーンはハイジャックじゃねえや。カットオフに対しては、もちろん、3ベットをしていきます。3ベットの割合は、80% ぐらいです。ただ、ポジションが悪いんで、しっかりと、レイズするときは、3ベットするときは打っていきます。よし。うまく相手をホールドさせることができました。ありがとうございます。来ました。ついてる。ついている。さあ、あまりね、みんな全員にはホールドされたくないということで、ほんまに強いハンドが出たときは、ちょっと控えめに。おい、コールしてくれよ、一人。コールしてほしかった、一人。スクイーズ成功。嬉しくない。嬉しくない、スクイーズ。これ意外と3ベットが来たらフォールドだと思います。Call. 3ベットが来たらフォールドなんよな。Check. さあ、何でもかんでもコンティニュエーションベットをしちゃう。Bold. よし。10だったっけ？そんなに対して大きい数字出てなかったよな。お、ここかなり打ってきてます。クイーン2は入れそう。残念。クイーン2だったらみんなホールドしてたら、入ることはできます。さあクイーン10は残念、すでにレイズがいます。スリーベット率どう？いやあかんやん、こんなスリーベットできへんやん。スリーベット率 19% になってます。なんでしばらくねライトスリーベットは控えていきたいと言いつつも、まあまあここは打ちます。相手 8%。参加率 8%。でもまあ参加ハンドがまだ24なんでちょっとわからない。ここはもちろん、トップペアできました。まずは小さく打っていきましょう。ちょっと考えるふりをしてから打っていきます。ホールドしないで。エース8参加できるので待ちます。スリーベット打たないでと思いながら、よし、ボタンからのポジションだったらエース3以上であれば参加できます。あ、残念。確か6-5とか5-4とかかな。意外と3ベット打てんねんけど、今の俺は3ベット率が高いので、少しライト3ベットは控えたいと思います。
Bold. 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 店内員は参加できそうやな。Bold. Raise. 残念。Bold. Bold. Bold. いやそろそろ3ベッド率下がってきた。どうよ。あかん。まだ3ベッド率低いわ。まあでもこれは、むしろ3ベッドも来てほしい。お願い。おい！またまた、キングス出たけど、残念ながらみんなホールドと。嬉しくないホールド。おお、ついてるなぁ。来た。上振れ来たなぁ。おー、しよしよしよし。どっちにしようかなぁ。さあ、これは、アウトオブポジションだから、一応打ってかないけないんだよな。Raise. Call. さあ、コールされました。嬉しいコール。もちろん、ここは打っていきたいと思います。少し考えるふりをしながら、打ちましょう。Call. ここはどうする？ 9、10、12とあります。まあ、一発は打つか。よし、ここはありがたい。無事、4ベッドポット勝つことができました。さあ全体的にボード数字が大きくて、これなんかセットとか2ペアなんかもできそうなボードです。ストレートなんかもね、あり得るんで、ここで大きくこのようにベットするのは正しいアクションだったのでしょうか？見ていきましょう。フロップですが、チェックでもベットでもどちらでも良かったようです。ただし、オールインみたいな大きなベットはここでは期待値が下がっています。でも割合的にはポットの半分ぐらいのベットが一番多くて 50%。次がチェックで小さいベットはここでは割合的にはすごく小さくて 13.6% でした。なんで、まあ大きめのベットを、ポットの半分のベットをした方が良かったかもしれません。ターンでクイーンが出て、いや、これ嫌やなと思ったんですが、これはアンダーザガン側に有利なカードでした。というのも、まあ、ハイジャック、フロップでは勝率 53% とか 50% ぐらい。それが、なんと、クイーンが出ることで 54% まで上がっています。クイーンが出たら喜ばなあかんかってな。ここ、クイーンって思ったけど。というのも、まあ、相手側にクイーンが出ることで強くなるカードって言ったら、このキングジャックとか、クイーンズぐらいで、むしろキングクイーンとかエースクイーンは良いターゲットになって、まあ喜ぶべきハンドだったんじゃないかなと今思っています。クイーンが出た時に、これ大きくベットするじゃない。ポットの半分のベットは 35.4% で、チェックが 64.6% になってます。なんでチェックしてもいいし、大きくベットしてもいいし、ポットの半分でベットしてもいいしというところです。ここで、51.8BB、ポットの 75% で打っていますが、これ打ちすぎでした。ここはポットの半分に抑えて、まあ、リバーでオールインに、気分によってはリバーでオールインすると。そういうやり方の方が良かったです。Raise. まあ、86は、コールしていきましょう。ワンギャップスーテッドコネクターで、フラッシュも狙えるし、ストレートも狙えると。これはいい感じに。来ました。チェック。さあ、これは打っていきましょう。どちらか一人コールして。ああ、残念。せっかく、いやいや、でも、すごいよな。A シーズ来たり、ストレート来たり。これ相手も強いハンド。結構セットとか来てたら、かなり上振れモードに入れたんだけど、相手全然入っ、強いハンドなかったみたいで残念です。Bold. Bold. Bold. Raise. Bold. Bold.
Raise. Called. うーん、なんかいっぱいコールしている人がいるんで、ここは、いやー、コールしても、まあ、フラッシュが揃えばいいことあるか。全然あかんやん、これ。Check. Check. Check, check. いや、これはいけるやろ。Bat. フラッシュはやめて。フラッシュはやめて。ダイヤ持ってたらコールはするやろ。悩んでます。ああ、ダイヤ1枚持ってたらコールしてもらえると思ったんですが、残念。誰も。いや、入ってよかった。だって人数が多いとフラッシュが出たり、セットができたり、ストレートができたりしたときは美味しいよな。さあ、エース10なんですが、これはさすがに相手の3ベットにもコールできます。Raise. ボタンに対、カットオフからに対しては、ボタンめっちゃ低い割合でコールできます。20% ぐらい。まあでもやめときます。俺の3ベットも高いし。次3ベット打ちたくなるんですが、まあ皆さん相手の3ベット率チェックしてるやろうで、こう見て、14% って言ったらなんか怪しいよな。この人多分ブラフも多いやろうみたいなね、な感じで思われるんでね、もうちょっと適正値まで持っていきたいと思います。いやー、キングジャックは、これ打たなしゃあないやろ。Raise. Fold. キングジャックはまあコールできません。3ベットがほぼ 98% とね、なっています。Check. これはどうしようか。まあちょっと打ちましょう。Bat. そしてくれたらラッキー。Raise. これはあかん。コンティニューションベットをしたんですが、234と、まあ、こちらに全然かぶっていない数字が出ました。まあ、こちらのハイジャック側にもあまりかぶってなさそうな気はしますが、ここでのコンティニューションベットは良かったのでしょうか。ここで驚きのレイズが返ってきて、まあ、ビビッでフォールドしてしまったんですが、このアクションも正しかったと言えるのでしょうか。フロップでのコンティニューションベットですが、50% と、まあ、ほぼ OK というか、普通に OK です。で、チェックが 46.9% で、これどっちでも良かったなというところです。なんで、しょっちゅうレイズを返してくるようなプレイヤーには、チェックの方が良かったかもしれません。そしてなんと相手のレイズに対してこれ驚き、キングジャック全くハイカードで強くないと思うんですが、これはコールが正しいアクションでした。フォールドは 9% です。コールが 85.3% で、中にはレイズなんかも OK というところで、まあ 5.6% なんでほぼレイズはないですが、意外とハイカードでも粘っていく必要があります。ただ正直コールはできるけど、かなりギリギリのコールだと言えます。キングジャックなんですが、これ色によってコールしたりフォールドしたりします。まあ黒であればすごい納得。だってフラッシュできる可能性があるし。だキングジャックっていうのはフラッシュができる可能性がちょびっとしかない。次にダイヤがないともう夢がなくなるということで、ここでコールするのはかなり苦しい戦いになるけど、まあ割合的にはキングジャックコールするしかないねというところで、マークがね、もう全然緑とか赤とか関係ない場合は普通にフォールドしてます。ギリギリだなと思ったのがここ。キング10だと黒はまあコールできるとフラッシュ狙いで。キング10だともうこれフォールドがほぼ 100% になってます。なんでこのキング10とキングジャックがギリギリコールするかフォールドするかの境目となってます。
まあ、今回、フォールドを選んだんですが、まあ、コールしてもかなり厳しい戦いになるんで、フォールドしても良かったんじゃないかなと思います。エース9、いいハンド来ました。相手の3ベッドにも割とコールできるんじゃないかな？コールできます。たとえスモールブラインドとかビッグブラインドの強いハンドに対しても、ここはコールしていくのが正しいアクションになります。さあ、ここはストレートが結構できるハンドではあるので、簡単には降りれない。ということで、レイズを返して相手が本当に強いハンドを持ってるかどうか確認してみましょオーイン。う。おい！これどうすんの？いやー。ここはコールせざるを得ないか？いや、ちょっとわからんわ。あと 20BB やもんな。勝率それなりにあるだろうから、コールしていきましょう。あ、全然勝率なかったわ。12%かい。やってもうた。あ、上振れやべえ。上振れがやばいわ。相手のコンティニューションベットに、まあ、ストレートドロー、ジャックが出ればストレートもできるし、まあちょっとレイズやったろかと思うと、ここで意外なオールインやったっけが返ってきます。これレイズしちゃってよかったのでしょうか。またオールインにこれコールするのはありなのかどうか見ていきます。割合的に見ると、レーズの割合も11%でありますが、期待値を見ると、コールは0.1で、レーズは0なので、これはアクション的にはミスとなりました。コールが正しいアクションになります。フォールドも46%の割合であるんですが、期待値は少し下がってしまいます。ただ、ストレートも狙えるしっていうので、ここでのレーズが大きく間違ってたというわけではなくて、ただバランス的に悪かったと。エース9を回すんじゃなくて、ここでのブラフレーズは A3 とか A4、A5 でブラフレーズするのがバランス的に、まあ良かったと。ここにエース9までレーズを入れちゃうと、ちょっとレーズしすぎになるので、ここではエース9はコールが正しいアクションだったと思います。エース5とかエース4、エース3っていうのはエース9に比べると少し勝率が下がります。その分こちら側を、まあ、ブラフレーズに入れているんだなというところで、まあ、どのハンドでも今後フラッシュになる可能性が出てきて、ストレートドローもあるということで、レーズに回します。といっても割合的にはコールが多くて、で、レーズの割合は32%から37%ぐらいで、期待値で見ると、レーズしてもコールしてもどちらでも OK というところです。最後に、ここで相手のオールインに対して、あと 26BB 足せば、トータル87のポットがもらえるしっていうんで、コールしたんですが、これは大きなミスになっていました。フォールド100%で、ここでコールすると EV はマイナス 4.9BB と、全然ダメな、やってはいけないプレイとなってます。まあ、あと 20BB 足せばポットもらえるし、ストレートもできるしと思ったんですが、余裕でフォールドです。何でコールできるかって言ったら、まあ、ギリギリのところでこのジャック10だったら現状1ペアが揃ってるし、ストレートも今後できる可能性があるっていうので、コールできます。あとはクイーン10とか、これだと2ペアです。だから2ペアって言っても勝率34%でね、そこまで高くはありません。キング10とかも2ペアですが、そこまで勝率はね、高くはないかなというところです。ここら辺のハンドがコールできます。もちろん強いハンドだと、キングクイーンとかクイーンズとか余裕で勝負はできます。じゃあ、まあ相手がどんなハンドでオールインしてきたと考えられるハンドとしては、キングのトップペアとか、
あとはエースジャックとかそんな強くない。エースジャック強いんか、アストレートか、エースジャックは。なんでね、エーシーズ、キングス、クイーンズ、ジャックス、テンズと。まあ、コールしてもほぼ勝てる。エースナインなんかでほぼ勝てるハンドはないかなというところでした。ここでのコールは大きなミス。いやー、やっぱあのオールイン、あれホールドしなあかんのかな？あ、まあでも、あの状況は、ホールドしなあかんかったよな。勝率めっちゃ低かったからな。でも、たまたま、ドミネートされてたっていうのもあるよな。天6ってどうな？いや、またなんか最近上振れすごいし、参加してみましょう。上振れやばい。チェック。ちなみに点6は意外と3ベットも返せるハンドです。チェック。スモールグラインドに対しては点6って3ベット一定の割合で返しています。これはまあ諦めましょう。ボタンに対しては点6、いや 60% ぐらいで、60% ぐらいで3ベット、 40% ぐらいでホールドとなってます。これ無理なんじゃない？エースジャックでは。エースジャックは無理です。相手参加ハンド広いんでありかなと思いますが、エースクイーンからしか3ベットできません。そして俺の3ベット率も異様に高くて怪しすぎるんで、やっぱしあそこは3ベット打たない方がいいよな。ボールド。ボールド。レイズ。ボールド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 。いや、ちょっと利益確定一回しようかな。なんかオールイン対決になった時にディープだとドキドキするんよな。なんで一回利益確定したいと思います。22分プレイしたんで、4.44 ドルも稼いでます。なんか数字並んでるし、今。残り、37分ぐらいやっていきます。いや、これでね、また 100BB になりました。これで大負けすることはね、なくなった。ちなみに、スモールグラインドからのレイズに対しては、キングセブンは、3ベット 50%、フォールド 50% というところです。またエースジャック来た。これエースクイーンだったら3ベット打てるんですが、おー、またキャンセルされました。なんでね、3ベットもガンガン打てます。新しいね、ニュープレイヤーになったんでね、これで、3ベットもガンガン打っていきましょう。怪しまれずに勝負できます。さあ、66は、参加できますが、55はちょっと微妙かなというところです。で、相手がカットオフからの3ベットに対しては、これ66のコールも結構 OK なんですが、相手の3ベット率はそんなに高くないんで、無理せずホールドしていきましょう。ボールド、ボールド。ボールド。さあ、これ3ベット、意外とビッグブラインドって3ベット打っていかないよな。まあしかし今回は2人いるんで、これはスクイーズしちゃいましょう。レイズ。よし、ここ降りたらかなり、いや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 、意味がわからんし、これはちょっと危ないよな。ジャッククスとかクイーンズでもフォールドしたいわ。なんなんやろな。コールドコールに3ベットしたらオールインが返ってきたと。謎プレイするんで、ちょっとここは書いておきましょう。ボール。
bold. Raise. Bold. Bold. 何回も何回もね、また次回もね、そういうことをするんであれば、まあ、コールも検討に入れていいかなと。まあ、初めてなんで、まだまだ、コールするには怖いなと。まだ相手のことがよく分かってないんで、二度も三度もするんやったらね、あ、変なハンドで、そういうプレイしてるんやなっていうのが分かるんやけど、まだ何も分からない状態で無理にコールして、大負けするのも困るんで、やめていきましょう。5-4って意外と優秀なハンドで、どこからのポジションでも参加することができます。そして相手が3ベットしてきたら、これまた優秀なハンドで、優秀かどうかはわからんけど、コールも意外とできます。ということで、コールしていきましょう。まあ、下の数字が出たら俺が勝ちと。上の数字が出たら君たちが勝ちというところです。これどう？ちょっと微妙よなぁ。もう一個これが6とか。6とかだったら嬉しかってんけどなぁ。これの負けか。こうチェックしてスペード出てほしい。チェックしてスペード出たらブラフ打つ。あーでも打たれたらちょっと無理。点8はまあ参加できるんで待ちましょう。でも参加率ね 36% とかなり怪しい。キングジャックは3ベットを打っていきましょう。ポジションもいいんで3倍ぐらいで、よし、うまく3ベット成功しました。あかん、3ベット率 25% や。さあエースクイーン来ました。これは結構こう相手の3ベッドにも対抗できる強いハンドではないでしょうか。もちろんインポジションでポジション有利です。小さく打つことは問題ありません。ただしレイズが返ってくると問題ありありです。まあやめとくか。小さいベッドにフロップ、小さいベッドにレイズしてくると。やっぱレイズ返してくるプレイヤーにはなかなか小さいベッドはきついよな。さあいい感じで、いい感じなんかどうかは分かりませんが、とりあえずコールしてくれました。あかんて、オールインは。なんでレイズしてくるん？何持ってんの？このポジションは 2-2 とかあるん？ハイジャックやろ。ハイジャック2はないし、4もないと思うんやけどな。4が 50% ぐらい。5-4、A4 とかあり得るか。5-4 もあり得るんやな。A2、A3 とか。まあまあ、あるっちゃあるか。でもまあ、これはまだコールせんのしゃあないやろ。チェック。チェック。危ねえ。スリーベットコール。ゴーゴーペアで、
セカンドバレーすると書いておきましょう。結構アグレッシブなプレーやな。Raise. Bold. このフロップでのレイズがちょっとびっくりしてしまって、この後のアクションビビってしまった気がするんですけど、確認していきます。フロップなんですけど、アクション的に小さいベットも OK なんですが、割合的に言えば、ポットの 75% ぐらいでしっかりとベットするのがおすすめになってます。相手がレイズしてきた時に、ここが大きなミスとなってしまいました。ここで俺はコールを選んだんですが、ここはしっかりとオールインしていくのが正しいアクションでした。クイーンズは十分に強いハンドと言えそうです。これ相手から大きめのレイズが来たとしても、ここもオールインに持っていくのが、早い段階でオールインに持っていくのがいいということでした。ちなみにクイーンズはオールインになってますが、キングスではオールインの割合はちょっと減ってんのかな？オールイン 74%、74% で、クイーンズの場合は81なんで、ちょっと減ってます。で、A シーズになると、もうかなり、オールインは減っているという状況です。オールインというか、かなり、オールインか。で、このダイヤのエースがある場合は、もうスロープレイなんかをしちゃいます。ここはコールが正しいアクションになります。というのも、この後フラッシュが完成して、ナッツフラッシュもできるからということでしょうか。その場合はあまり A シーズは無理してコールするほどでもないと。やっぱし、キングスとかクイーンズって、この後フロップ、違う、ターンとかリバーでエースが出た時にアクションが困る。それだったらもうこの段階でオールインまで行ってまえっていう考え方があるんかな。Bold. Bold. よし、これは嬉しい。キング10って普通に3ベット打てます。カットオフに。キング9でも3ベット打てます。なんだかんだでまた3ベット率がやばくなってきました。めっちゃ怪しい人になってるやん。この人すげえアグレッシブやな。っていう感じになってます。もうこれブラフできません。おとなしくしましょう。めっちゃ怪しい人になってる。参加率40、3ベット40ってあかんやん。ここ3人に打ってきてるんで、これはおとなしく諦めます。いやー、参加できるんよな。ラッキー、参加せざるを得ない。参加できるハンドが来るから俺は参加してるだけで、まあまあ参加率が高いのは運がいいんやろな、それだけ。ありがたい。Bold. Bold. 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 参加できるハンドが来るから俺参加するんよ。A8 も参加せざるを得ないと。そして3ベットが来たらもうこれは絶対。A3 以上であればボタンから参加できるんよな。3ベットとかやめて。3ベットはやめてね。もう次のゲーム進んでたら嬉しい、この日本人プレイヤーの方も。次のゲームに進んじゃって。ちょ、待ち、長い。みんなすでにいませんでした。88、これは打つけど、なんだこの人。コールドコールに3ベットしたらオールインが返ってきた、あの不思議な人か。ということで、ここは3ベットせずにコールしたいと思います。ここで打つと強く見えすぎるんでやめておきましょう。さあ、ここでエースが出たよ主張したいと思います。俺、エース来たで。エース持ってて。実際誰かエース持っててお願い。Call.
bet call さあ何でコールしたか。ああ、エース嬉しい、持っててくれました、ありがとうエース。Bold. Raise. さあここはもちろんコールしていきます。スリーベットはほぼなしと。コンテ3分の1にフォールド、弱気なプレイヤーと判断して相手がチェックしたら、まあ1回はコールしましょう。あ、2回は無理っす。さあ、エース10参加していきます。よし、そのままポットを獲得。ジャックス、いやいや、これもコール3ベットせざるを得ないというところです。相手も参加率 12% と、参加ハンドは狭めです。まあまあ1回は打っていきます。さあここはチェックして、相手のベッドに対してはコールしていきましょう。いやでもキングは嫌だな。よかった相手チェックしてくれた。よかった、88。いやマジで参加率下げていかないとな、大変なことになってます。かなりマニアックなプレイヤーになってます。Bold. いやこれは英語は参加できるんよ。よし、そしてポット獲得。Bold. Bold.まあ、ボタンだったら A3 とか A4 でも全然参加できるんですが、アンダーザガンはポジションがもう最初にアクションしないといけないということで、まあ、もちろん S8 とかはホールドです。 S10 からしかアンダーザガンは、 S10 以上でないとアンダーザガンからは参加することはできません。ボールドボールドさあこれは参加ハンド来ました。スリーベットはカットオフからだったら打てたりするんかな。無理だわ、スリーベット無理です。さあこれまた嬉しいハンドが来ました。セット完成。おい、ジャックペアボード3分の1コンテホールドと。いやーもっと粘ってほしかった。ボール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 73はさすがにコールはできないよな。ボタンからだったら無理だけど、スモールブラインドだったら73、50% ぐらいの割合でグラフレイズを3ベットを返すことができます。まあ、ただ俺はすごい今3ベット率高いんで控えないといけません。
ナイト3ベッドはなかなか打ちにくいところ。Check. さあ、7、4。ここは、チェックで増そう。さすがに弱い。Check. さあ、少し悩んでから、チェックで回して、ああ、残念。これはキングを持ってるぜ主張したいと思います。Check. 俺はキング持ってるぜ。コールするなよ。Raise. おい。レイズしてくんのかよ。何でレイズしてくんの？マジで？セットとか完成させたんかな？ Oh. 残念。フロップなんですけど、7-4-2とあまりいいボードではないんですが、インポジションということで、ここはしっかりとベットするのも OK でした。ポットに対して 75% ぐらいでベットするのが 36.5% あります。まあ、小さくベットしてもいいし、チェックしてもいいし、期待値はどれでも変わりません。大きくベットしようが期待値はそれほど変わらない、それほどじゃなくて全く変わらないんで、どんなアクションとっても特に問題はないというところです。2番までチェックで回って、まあさすがにクイーンジャックでは勝てないだろうと思ってブラフをしたんですが、このアクションは期待値的には特に問題ないんですが、少し、というかかなりアグレッシブすぎるアクションだったようで、割合的には 0.2% しかありません。チェックが 97.6% と、ここは諦めのチェックの方が良かったようです。なんでクイーンジャックはブラフしないんだということなんですが、ショーダウンは、まあまあそこそこありますけど、大してありません。で、これブラフしない理由はもうこれバランスの問題です。お隣さんのクイーン10は、これブラフめっちゃしてます。ブラフ 100% です。で、クイーン9もこれブラフほぼ 100% となってます。さらにお近くのクイーン10も、スーテッドの場合もほぼブラフします。なんで、まあ、大して勝率的にはクイーンジャックもクイーンテンもここら辺変わらないんですが、全部でじゃあこれぐらい全部やっちゃったらブラフ多すぎだよねということなんで、クイーンジャックは今回まあブラフはしないハンドで、でもお隣さんはブラフしますよということでした。自分自身でバランス取っているんであれば、特にクイーンジャックこれでブラフをしても、クイーンテンでブラフしても、クイーンジャックのスーテッドでブラフしても特に問題ないかなとは思います。キング10は参加できますが、もう参加できるハンドとして弱いんでやめときます。ちょっと参加率がこれひどい。37% と。まあある意味バリューベッドは通じやすくなるけど、あんな感じでこいつ嘘くさいやろうってレイズが返ってくるとシャレならん。なんでね、ちょっと参加ハンドの中で弱めのハンドは無理せずに行きたいと思います。チェック。さあ、相手チェックしてきました。まあ、ここは打っていきましょう。ストレートなんかも狙えます。残念。プロフィール写真がとっても魅力的なお姉さん。エースクイーンはこれ3ベットせざるを得ないやろう。カットオフ。おい。8% か。無理にもう戦う必要ないんよな。やめときましょう。だって今日俺上振れすごいからな。普通に強いハンドガンガンきます。これはさすがに相手の3ベッドにもコールせざるを得ないキングクイーン。ボタンだったらブラフっぽく4ベッドも50% ぐらいの割合で OK です。
Bold. Bold. スリーベット率落ち着いてきた。あ、まだあかん。23% はマニアック。本当に強いハンドでしっかり攻めていくのが、この参加率ではおすすめです。まあ、こう、いつどうせブラフやってるんやろうって思ってしまうもんな。8人ってどうすればいい？本来はフォールドだけど、相手が 2BB と弱いんで、まあ、コールでもいいかなというところです。さあ、どんどん参加率が下がってきます。強いハンド来い。参加率が高いマニアックなデータのうちに、ちょっと強いハンドお願いします。来ました。さあ、俺の参加率は高いぜ、お前ら。スリーベット来いや。これは嬉しい。クイーンのセットが揃いました。いや、あかんって、これ。これはあかんやろ。ここはもうストレートができるし、フラッシュもできるんで、ちょっと厳しい。何も持ってないで。キングか、残念。まあでもね、フラッシュに助けられました。フラッシュを恐れて相手もね、ストレートであまり打つことができなかったと。俺、クイーンズね、最近呪われてるよな。前回から、クイーンズのおかげでボッコボコに負けてる。前回やったっけ？前々回やったっけ？なんか、クイーンズ出たら相手がエーシーズで全部のチップ取られたり、あとは、クイーンズの時にあと相手がキングスだったりとか。ね、なんかね、呪われてるんよなぁ。俺、スリーベット打っていいん？スリーベット打たれへんよなぁ。Bet. いや、これはあかんやろ。いや、普通に素直にフォールドしとけばよかったかもな。ちょっとスリーベット率下がるまで。Bold.キング10参加していきます。ラッキー。おー、俺でもクイーンズ呪われてるんよ、マジ。前回呪われてて、今回も呪われてると。クイーンズ勝ちたい。クイーンズで勝たせてくれ。Bold, bold, 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 King 5なぁ。Bold. 参加はできますが。Bold. King 5はハイジャックのポジションからでも参加できますが、さすがにアンダーザガンもキング5は参加できるの、まあ、かなりアンダーザガンから参加した場合はブラフ気味になるけど、一応キング5、どっから、どのポジションからでも参加できます。意外と強いハンドなのか。さあ、ここでいいハンド欲しい。ファイブはあかん。まあ、誰も打ってこなかったらコールして参加しよう。All in. おお、オールインすごいな。何でオールインするんや。Raise. クイーンテンな。なんか。参加できそうな3ベット打ってそうな気もするけど、うん、3ベット打てます。3ベットできるけど、3ベットできる中では弱いハンド。まだ 16% なんよな。 16% は3ベットするには高い。Bold.
Pound. Pound. クイーン10は参加できるんで待ちましょう。すごいな。900BB とかよくそんなに稼げるよな。しかもハンド数691ってすげえ。700ハンドだけでよくそんなにできるよな。なんかめっちゃ打ってきた。あ、3ベットか。パウンド。パウンド。かなりアグレッシブにオールイン勝負とかしてるんかな、さっきの 700BB って。勝つか負けるかの大勝負をしないとあんなに増えへんと思うけどな。さあ、エースジャック来ました。これ3ベットに対しては結構厳しいところ。まあまあ、フォールドで、かなり少ない割合で、ここが、あ、これはフォールド。クイーン4も参加できんじゃん。クイーン4はギリ参加できるハンドです。さあ、ここは、まあもちろん小さく打っていきましょう。フォールドして。うわぁ、レイズ返ってきた。フロップ。相手からレイズが返ってくると、ついついビビって、どんなハンドでレイズしてくんのって思うんやけど、実際のところって、666って強すぎて、そんなレイズしていいの、明らかに強いのがバレるやんと思ってしまうんですがさ、どんなのでレイズして、こちら側としてはどんなのでコールしなければいけないのでしょうか。GTO で見ると、こちらのレイズに対、ベットに対して4倍というかなり強いレイズをしてきています。ここでは3倍もありないんで、かなり小さいレイズになるんですが、この大きなレイズに対してはフォールドが正しいアクションとなってきます。まあ相手側がレイズするハンドとしては、やはり6を持っている場合、これはかなり強いバリューのレイズです。そのバリューのレイズに対して、なんかフォールドしても、コールしても、レイズしてもいいよみたいな、中途半端なハンド、弱いハンドか。そういうのが結構レイズで混ざってくるのも確かです。だから、やっぱしこういうレイズしてくるプレイヤーっていうのはチェックしておいて、毎回毎回レイズしてくるのか、本当に強かったからレイズしてくるのか、そこら辺を確認する必要があるなと思いました。まあ、コンティニュエーションベッドにレイズ返してくるプレイヤーはウッドシンで、こうやってチェックしておきます。かなりアグレッシブやな、このプレイヤーも。まあ、待ちましょう。さあ、ここはもちろん、ベットしてきます。さあ、エース揃いましたが、対して強くはない。2回ベットするにはちょっと弱いかなというハンド。A ハイボード、コンテに、ゴールド。パウンパウンパウン。店内参加できます。待ちましょう。って言ってもボタンに対しては参加できへんわ。パウン。参加できるけど、めっちゃ参加割合低いって、20% ぐらい参加できるのは。さあ、ボタンからのキングクイーン。これ、3ベットが返ってきたら、まあ大体コールと。スモールグラインドからに対しては 50% ぐらいの割合で4ベットも返してます。こんな感じで、3ベット率が高い人には4ベットなんかもいいんじゃないでしょうか。
さあ、エースジャック。これはさすがに3ベットされたら、撤退で。よし。そのままポット獲得できました。87はまあまあコールしていきましょう。ビッグブラインドなんで、まあ、次のハンド無理に3ベットするのではなく、まあ、次のハンドを見に行くという形がいい戦略のようで、あんましここは3ベット返していきましょう。Raise. 3ベットじゃない、レイズ。チェックレイズでいきます。3、おい。これは困った。コールするんか？フォールドするんか？ちょっとわからんわ。6、7、8、9やろ？で、フラッシュなんかもありえるから、これコールせざるを得ないんちゃうかな？わかりません。ここでハートが出たら最高やってんけどな。All in。 いやこれはあかんわ。オールインはあかん。Both。 残念。フロップでのチェックレイズなんですけど、これ意外と OK みたいで、相手がもしポットの3分の1ぐらいで打ってきた場合、コールが 30% で、レイズは 69.5%、まあ 70% ぐらい OK と。そしてもし相手がポットの 75% ぐらいで打ってきた場合は、コールが 74%、そしてレイズが 25.4% となってます。なんで、ポットの半分ぐらいで打ってきてるんで、これはレイズ 50%、コール 50% ぐらいの割合で良かったんじゃないかなと思います。期待値的にはどちらでも構いません。もしアンダーザガンがフロップで小さくベットしてきて、まあ俺がレイズを返すと、さらにそれにレイズ返してきた場合は、これはコールが正しいアクションでした。フォールドするよりもコールの方が期待値は高いです。ただし、相手のレイズに対してさらにレイズを仕掛けていったりオールインを仕掛けていくと、これは期待値が下がっていきます。もし相手のベット額がポットの 75% の場合を見ていきましょう。でこれで、俺がレイズしてさらに相手がレイズしてきた場合は、あ、これでもコール OK なんやな。なんでここでのアクションコールっていうのは正しかったんだな、 OK だということです。相手がもしこちらのレイズに対してオールインしてきた場合はこれはフォールドになります。もちろんターンでの相手のオールインに対してはこれはうっとしいですが、フォールドが 99.9% になってます。もし仮にポットの 75% で打ってきたとしてもこれはフォールドです。小さく打ってきた場合のみまだストレートとかが期待、ストレートが期待できるんかな、ということでコールが正しいです。いやストレートドローがある状態で、あれってレイズに対してレイズが返ってきたら、まあ、もちろんブラフはないよな。なんで相手かなり強いハンドだと、あ、さっきのアクション、これはレイズできた。まあまあ強いハンドなんやけど、簡単にはフォールドできないよな。オープンエンドストレートドローがあって、しかも次ハートが出たらかなり強いハンドに生まれ変わるしっていうんで、あれはどうなんやろな、コールできるんかな、どっちなんでしょうか。きた、待ってたよ、エーシーズちゃん。エーシーズちゃん待ってたで、マジで。マジで待ってた。コールして。コールして。よし、ナイス。フォーベットなんかも良かったよ。かなり硬いプレイヤー。Bet. Call. ここは Bet. クラブが出たら最高。まあこれはコールかオールインか。
チェックやろ。チェックで相手がベットしてきたら。All in。 マジで。いやでもこれコールせざるを得ないよな。Call。 フラッシュか。残念。このようにフラッシュの可能性のあるボードで A シーズでこうベットをしていくっていうのは正しいアクションなのでしょうか。まあ、そしてウェットなボードなんでこの5、6、7とかクラブクラブクラブというこういうウェットなボードではまあちょっと警戒してチェックして相手のオールインに備えようとしたんですが、ここで実際にオールインが来たとき、これは A シーズでコールできるのか、これフォールドすべきだったのか、こちらも確認していきます。フロップなんですけど、ここでの小さいベットはアクション的に合っていました。まあ、大きくベットすることも可能ですが、これ 2.3% と割合は少ないです。ここでチェックすると期待値は下がります。このようなフラッシュボードでのスロープレイはおすすめできません。フラッシュが見えるボードになってしまいました。ここなんですけど、チェックが 55% と、アクション的には一番大きな割合になってます。さらに期待値的にもチェックが EV 高くなってます。ここで小さくベットしたり、まあそこそこポット 75% でベットするのは 37.6% ありますが、少し期待値は下がってしまいます。ここは警戒してチェックの方が良かったようです。最後のリバーに5、6、7と、しかもフラッシュの可能性もあって、このボード嫌だなと思って、俺はチェックを選んだんですが、このチェックはアクション的には間違えてて、もうここまで来たら行くしかないと、ベットする、オールインするのが正しいアクションのようでした。ターンでのベットがこう小さくして、リバーでこちらがチェックして、相手がオールインした場合も見ていきます。この場合なんですけども、これはスモールブラインド、A シーズはコールするしかありません。フォールドという選択肢はないんで、もうこのボードでやり合ってて、相手ストレートできたらもう仕方ないところがあります。もうこれは運が悪かったとしか言えません。いやもうマジ A シーズの時にフラッシュとかやめてほしいよな。いやまあありうるけどな、ありうるけど、いや勘弁してほしいわ。まあまあオールインするけどな。嫌な A シーズやったなマジで。なんなんあれ。Raise。ほんまに。Bet。Call。さあ、これはしっかりと打っていきましょう。ストレートとかフラッシュ両方ありえます。Call。ああ。ここは諦めるか。Check。何でコールしてたんやろ。まあまあトップペアがあればコールはするよね。仕方がない、最後までブラフしなくてよかった。ボード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  Raise ボードボード。いやーちょっと A シーズの時に負けたらへこむな。あと3分ぐらいでやめましょう。そろそろ1時間やろ。あーせっかくいい感じで勝てると思ったのに、マジで A シーズでフラッシュはあかんて。そんなんどうしようもないやん。どうしようもないやん。オールインするんやったらキングスとかクイーンズでオールインしてや。レイズ。まいったわ。ボード。さあ、8-8は、まあ、コールでいきましょう。コール。チェック。チェック。さあ、次フラッシュはマジあかんで。マジフラッシュやめてや。
次フラッシュ出たら俺このパソコン投げる。コールはお願い。コールしてほしかった。せっかくセットが完成したのに全然チップが稼げずでした。残念。またまたこちらフラッシュボードで8、9、ジャックとね、なんかここら辺の結びつきも強い、かなりウェットなボードです。ここでのポットの半分ベッドはたとえセットだとしても、ベッドしすぎなのでしょうか？ここでのベッドはしすぎということはありえません。確かにチェックが 55% と割合的には大きいんですが、別に小さくベッドしても、これはポットの 75% ぐらいでベットしても特に期待値は下がりません。全然ポットの 75% でベットするのも OK です。Raise. キング10、3ベットできたか。うん、3ベットしなあかんかったか。ちょっと参ってます。ボタンからはあんましキングジャックベットしないよな。でも3ベットは来てるし無理せずホールド。さああと1回なんかいいハンド来たらやめましょう。さあ参加できるか、みんなホールドしたら参加していきます。いや3ベッドあかんて。44はさすがにホールドです。66ぐらいからは相手の3ベッドに対してはコールできました。ダメだな、勝てんな、もう40分になった。さあ相手の3ベッドに対しては、これ相手3ベッド率高くないかなら、コールもフォールドもありですが、ここはコールでいきたいと思います。来ました、これは嬉しい。最後に買って終わりましょう。さあかなり大きなベッドが来ました。ポットの半分以上です。ちょっと悩むふりをしながらここはコールします。ちなみに相手の3ベッドには7は、またオールイン？わけわからんわ。いや、まあ、エーシーズとかあるからな。トップペア下ろされんの？いや、でもこれは降りな、しゃあないよな。なんじゃこら。いや、でもフラッシュドローとかもあり得るんよな。77はないけど、ジャックス、クイーンズ、キングスとかはあると。これコールしていいんかな？フラッシュ狙いできてる可能性はない？いや、わからん。いや、でもこんなとこで普通オールインするかな。別にアグレッシブね、まあ、バランスもいいし、これあかんわ、フォールやな。残念。なんでトップペアで下ろされるかな。これね、かなり大きなミスとなっていました。最後にこれオールイン来たとして、これコールする必要があります。というのも、これもうフロップの段階で3ベッドポットやったっけ？ポットがかなり大きくなっています。この状態での相手のオールインにはトップペアでしっかりと守っていく必要があるようです。これミスったなぁ。コールしたらどうなってたんやろう。
いや、この相手からのオールインが来た時に、しっかりと相手のハンドを分析する必要がありました。あんまし、このエースジャックが負けてるハンドっていうのはないんよね。負けてるハンドって言ったら、クイーンズとか、キングスとか、エーシーズです。あとはどこやろ？結局7、7とか7のセットとか2のセット、4のセットってもう相手のレンジの中にないんよな。だから8、8とかで全然オールインしてきたとしても、これ全然勝ってるわけです。ここら辺にもたくさんのブラフハンドがあって、で、2ペアもないんよな。もちろん、ジャック7とか、ジャック7はあり得るんか。ジャック7はありますが、ジャック2とかジャック4はなくて、なんで、これはあまり負けてるハンドも少なかったんで、もう本当にコールするべきハンドでした。これは大きなミス。セットも2ペアもあまり心配する必要がないシチュエーション。本当にエーシーズ、キングス、クイーンズっていうオーバーペア、キングスとか、あ、キングス、あ、キングス負けてるな、クイーンズとか、もうオーバーペアのみ警戒するべきところでね。あっさりと負けてしまったのは。ただし、あ、そうか。相手3ベッド売ってるから、相手側にはこのエーシーズ、キングス、クイーンズがあるけど、俺の側にはないんよな。うん、だからやっぱしそこら辺持ってたらかなりきついけど、いや、他にもいろんなハンドでオールインしてきてるよ、この人っていうね。GTO さんだったらいろんなハンドでオールインしてきてるので、これは大きなミスとなりました。いや、今回かなり上振れきたかなと思ったんですが、1時間プレイして247ハンド。そして、なんと2.2ドル負けてしまいました。いや、ほんまにムカつくわ。いや、なんなん、ポットに対して突然めちゃくちゃ大きなオールインしてくる人。あれ、どうすればいいんか、マジでわからん。なんで、ちょっとそういうわけのわからんことしてくるやつに対してはメモして、まあ、同じことをしてきた場合、どんどんコールしていきたいなと思います。最初はね、これほんまわからん。で、大体強いハンドが出てくることが多いんちゃうかな。わけのわからんの。M ホールでもやったらわけのわからんハンド出てくることがあるけど、オンラインポーカーわからへん。あんましそう。わけのわからん。突然大きなベットしてくるのにってそんなにコールしないやん。なんでわからへんな。なんでね、ちょっとメモしながら、もう毎回毎回ね、常習犯のようにやってるやつがいたら、それは鬱陶しいし、積極的にコールしていきたいと思います。